駐車場なのかな。 そっか、 七五三だから。 そういう時期なのね。 すごいマイナスイオン出てる気がする。ねえ、なんかいい匂いの気がする。うん、これちょっと使いに行くんだ今。美味しい。うん。 ちょっと満足するまで触らせる。うん。あ、そう。うん。それだか。
お腹が出てますで。空気が美味しいね。ねえ。はあ、全然違う。それが今2人で。
山記念のお守りがおった。ちょっとエマタイムしていい？エマタイムしていい？買うのこっちか。出口はあっちやそうだね。この間買えなかったね。うん。でもこっちで買えた方が良かった。ね。うん。から見よう。
すごいね、うん、あ、ここにもお守り売ってた、うん、あ、バスは他の出てきたんだ。そうだよ、うん、うん、そうそう、Meiji-jingu で公式しててよかった。うん、そうだね、ちょこちょこ来れるじゃん。うん、そうだね、来る機会だね。ああ、Meiji-jingu で結婚式挙げてるんだからさ、うん、初詣の時はファストパスみたいなの欲しいよ。あ、本当だよね、何にもなかったよね、勝手に、ね、ここさ、なんかホテルでやるとさ、うん、なんか一泊とかさ、ああ、なんか1年後のディナーとかさ、ああ、なんかあるよ。そうそうそう、何も欲しくなかったね。初詣でファストパスぐらい良くない？それ一番いいよね、初詣めっちゃ混むじゃん。ねえ、お金使ってんだからさ。ねえ。一年に一回このお守りもらえると。うん。お守りもらえるは別になんて。サブスク的なお守り欲しいじゃん。そう、うん、すごいね、Meiji-jingu100年生。
綺麗だね。そうね、そんなあったっけ。なんか私たちが来てる間建ててる途中だったよね。そっかそっか、うん、出来上がったんだね。出来上がった。ちょっと前通ろうね。うん、うん、日本人だ。はい、駅の出口。